俺はヒロシ、30歳のしがないサラリーマンだ。大学時代にテニスサークルで知り合ったユミコと結婚し、まだ子宝には恵まれていないが、幸せな生活を二人で送っていた。中学高校時代は部活に明け暮れ、恋愛には全く興味がなかった俺が、初めて本気で好きになった女性がユミコだった。ユミコ、今度バドミントンしに行こうよ。と緊張しながら誘うと、ユミコは微笑んでくれた。初めてのデートはスポーツセンターだった。楽しすぎて気づくと終電になり、帰りがとても名残惜しくて胸が苦しくなることに気づいた。それで俺は、ユミコと一生一緒にいたい。絶対に二人で幸せになりたい、と感じ、結婚を申し込んで今に至るってわけだ。でも、結婚して7年目のある日、ユミコのスマホに届いたメッセージを見てしまったことで、俺たちの運命は変わっていった。ユミコのスマホには俺の知らない男からメッセージが来ており、そこには一目見ただけで浮気だとわかるような言葉が並べられていた。ねえ、次はいつ会える？寂しいよ。早く君に触れたいよ。この前のレストラン美味しかったね。ユミコの誕生日にまた行こうね。メッセージにはスタンプでハートマークやキスマークが溢れ返っていた。俺の心は徐々に疑心暗鬼に侵され、ついにその限界を迎え、離婚を持ち出さざるを得なくなった。そんな俺にユミコは、ごめんなさい。許して。そんなつもりはなかったの。と、何度も離婚を思いとどまるように懇願してきた。もう二人での話し合いでは拉致が開かないと思った俺は、とうとう両家の親を交えた話し合いをすることにしたが、ユミコの両親からの反対で、結論は一向に出なかった。浮気したユミコとの生活は俺の心を壊していき、ついには仕事中に倒れ、入院することになった。そんな中、以前浮気調査を依頼していた探偵事務所から、驚きの事実を聞かされ、始まりはもしかしたら、俺の家庭環境にあったのかもしれない。それもこれも、俺は中学高校時代は部活に明け暮れ、全国大会を夢見るスポーツ少年で、大学時代もアルバイトをしないでサークル活動に忙しくても大丈夫なように、親からは過保護に育てられていた。そんな俺は恋愛には全く興味がなくて、初めて本気で好きになった女性がユミコだった。ユミコは天真爛漫で無垢な少女のような瞳で、とても人懐っこい性格だった。ねえみんな、今度のサークル終わったら飲みに行こうよ。あそこのフットサル場、人気だから早めに予約取っておいたよ。部活一筋で、サークルに入ったのも単純に運動したかった俺は、そんな誰にでも分け隔てなく接して、気が利くユミコに惹かれ始めたのは言うまでもない。ユミコ、今度バドミントンしに行こうよ。と、初めての誘いを緊張しながらすると、ユミコは微笑んでくれた。初デートは、スポーツセンターだった。そりゃそうだ。今まで部活ばっかりしてきたから、女性との接し方がわからない俺は、とりあえず共通の話題であるスポーツを選んだ。今思えば、カラオケとか映画館とか、他にも選択肢はあったけど、全く思いつかなかった。ねえ、ヒロシ。いつも運動ばかりだけど、たまには他のところに行こうよ。ヒロシ、来週はバッティングセンターに行ってから、先輩に聞いたあのお店にご飯食べに行こうよ。と、ユミコからも誘ってくれるようになると、俺は何も考えずにユミコとの約束を最優先事項にした。ユミコのために俺は惜しげもなく金を使い、いつの間にかそれなりにいいレストランにも行くようになっていった。だから俺は、ユミコ、俺、ユミコのことが好きだ。なんて言っていいか初めてだからわからないんだけど、付き合ってください。俺の顔を見つめながら、ユミコは、うん。私もそう思ってたの。私たち付き合おっか。と満面の笑みで答えてくれた。俺たちが付き合い始めてから数ヶ月後くらいから、時々サークルの休みの時は、二人で国内旅行もするようになった。もちろん、旅費は割り勘だけど、現地での飲食代は全部俺が支払った。ヒロシ、いつもおごってもらうのも嫌だから、割り勘にしようよ。そう言いながら財布を出して、俺にお金を渡してくるユミコを制して、俺は払い続けた。今思えば、初めての彼女で、俺はユミコに自分のいいところを見せようと必死だったのかもしれない。そんな俺たち二人のデートは、
だいたいいつも同じパターンだった。運動後に一緒にご飯を食べ、楽しすぎて気づくと終電になっていた。そろそろ卒業だね。ヒロシは就職はどうするの？私はお父さんの会社が今経営が厳しいらしくって、あんまり気は乗らないんだけど、そこで働くつもり。突然帰りの電車を待っている時に、ユミコがそう話してきた。俺はユミコには言ってなかったけど、実は俺の親父は会社を経営をしていて、そこにコネ入社をしようかどうか迷っていた。そんな俺の考えの甘さとは反対に、自分の考えを持っているユミコにハッとさせられた。もしかして、自分の考えをしっかりと持ってるユミコに俺って惹かれたのかな。あれ？卒業したら俺たちどうなっちゃうんだ？地元もそんなに離れてないけど、このまま自然消滅ってことはないよね。だんだんと不安になってきた俺は、このまま電車が来てユミコが帰ってしまうのがとても名残惜しくて、俺は胸が苦しくなることに気づいた。だから、俺は家に帰る途中に一人で自問自答した。このまま親のすねかじりで生きていくのは嫌だ。自分でしっかり自立して、ユミコを幸せにしたい。そう思って、親の会社に入ることを辞退して、自分が成長できる会社を選び、就職活動を始めた。やった。第一志望はダメだったけど、第二志望の会社から内定をもらえた。俺もやればできるじゃん。それで自信を手に入れた俺は、絶対に二人で幸せになりたい。いや、俺ならユミコを幸せにできる。と感じて、卒業式の7日前に、ユミコと一生一緒にいたい。俺と結婚してくれ。と結婚を申し込み、ユミコは俺の求婚を受け入れてくれた。ユミコが俺の結婚を承諾してくれた後、俺はスーツを新調して、ユミコの実家へ結婚の挨拶へと行った。はじめまして。私、ユミコさんとお付き合いをさせていただいてます、田中博士と申します。この度はお時間を頂戴いたしましてありがとうございます。はじめは緊張しつつも、ユミコの母親が場を和ませてくれるように雰囲気作りをしてくれて、俺にはその心遣いがありがたかった。こういう親を見て育ったから、ユミコも空気を読めるいい性格で育ったんだろうなと、一人しみじみ思った。ヒロシさん、何か苦手なものはある？こんなものしか用意できなかったけど、くつろいで行ってね。お母さんの配慮がとても嬉しくて、俺は何の問題もなく結婚の挨拶を終えることができると思った。あとは、お父さんと対面することだけが最大の関心事だった。君がヒロシ君か。ユミコから聞いてるよ。で、今日はどうしたんだ？と、今日俺が何をしに来たかなんてとっくに分かっているのに、無然とした顔でぶっきらぼうに聞いてきた。これは結婚に反対か？そう思った俺は、何とかしてお父さんの機嫌を良くしようと懸命に話しかけた。はい。私、田中博士は、ユミコさんとは以前からお付き合いをさせておりますが、この度はお嬢様、ユミコさんとの結婚をさせていただきたく、本日は参りました。これから新社会人として、自立した大人となり、ユミコさんを幸せにしてみます。まだまだ至らないところもあるかと思いますが、ユミコさんを思う気持ちは本物です。どうか、私たちの結婚をお許しください。普段使い慣れない言葉を、必死になって頭の中を回らせて、お父さんに俺の誠心誠意を伝えた。するとユミコの父は、ヒロシ君、君はまだ社会に入ってない。そんなに甘い世の中じゃないんだよ。口先だけでは何とでも言えるよ。今はまだ会社にも入ってないし、まずは社会人として経験を積んでからでも遅くはないんじゃないか？と結婚に反対してきた。俺はすぐさま、確かにおっしゃる通りだと思います。私はまだ社会人として何も始まっていないですし、これからどんな苦労があるかもわかりません。仕事に慣れるのに時間がかかってしまうかもしれません。でも、ユミコさんを思う気持ちは何よりも強いです。小学校低学年から高校までは野球で甲子園を目指し、あと一歩のところまで行きました。忍耐力と体力には自信があります。仕事でどんなに辛くても、ユミコさんを幸せにするために頑張ります。ですから、どうかよろしくお願いします。と頭を下げ、食い下がった。その迫力と熱意に、ユミコの父はとうとう根負けして、
結婚を認めてくれた。ひろしくん、こんなにもゆみ子のことを思ってくれるなら、その言葉を信じてみよう。ゆみ子、お前の気持ちも聞いておきたい。本当にひろしくんとの結婚を望んでるのか？はい、お父さん、私は彼と一緒になりたい。お父さんの仕事が大変な時に結婚なんて言い出しにくかったけど、本気なの。しっかりと仕事もやるし、お父さんには迷惑をかけないから、お願いします。と、ユミコも俺をフォローしてくれた。わかったよ。ヒロシ君、娘をよろしく頼むよ。はい。どんな辛いことがあっても、僕はユミコさんを裏切りません。絶対に。こうして、なんとかユミコのお父さんからもいい返事を聞け、この後4人でいろいろな話をすることができた。お父さんの会社でユミコが働くことや、仕事内容、実はお父さんも高校球児だったこと。たくさん話して、当初結婚に反対された時のわだかまりも消えていった。ヒロシ君、ユミコから聞いてるかもしれないが、実は今、私の会社の経営が厳しくて、この春からうちで働いてもらうことになっているんだ。さっきあんな厳しいことを言ってなんだけど、もしかしたらヒロシ君に迷惑をかけてしまうかもしれない。それでも大丈夫か？と、お父さんが聞いてきた。俺の親父も会社経営をしていたから、お父さんの苦労はなんとなく想像できた。だからか、お父さんに親近感を覚えた俺は。ええ、その話についてはユミコさんからも伺っておりますので、僕は承知しております。二人で乗り越えていきたいと思ってます。と力強く答えた。こうして俺たちは結婚し、まだ子宝には恵まれていないけど、幸せな暮らしを7年間過ごしてきた。付き合っていた時はもちろんだけど、結婚してからもユミコの望むことはできる限りしてきたし、子供がいなかったので、休みには映画やショッピングモールに出かけたり、国内外を旅行したりもした。次の旅行先にはどこに行こうか。サッカー日本代表のワールドカップの予選があるから、応援ついでに東京でも行く？こんな感じで、旅行とスポーツ観戦を兼ねて出かけたりもして、俺は充実していた。もちろんユミコも満足してるとばかり思っていた。でも、結婚して7年目のある日、ふと目に入ったユミコのスマホに届いたメッセージを見てしまったことで、俺たちの運命は変わっていった。本当に偶然だった。二人で週末、リビングでのんびりテレビを見ているとき、ユミコがスマホを見ていたときにそれは起こった。ユミコが CM の間にトイレに行くために、ポンとテーブルに投げるように置いたスマホは、まだロック画面に戻る前だった。ちょうどそのタイミングでユミコのスマホのメール受信音が鳴って、ふと何気なく見てみると、知らない男の名前からだった。誰だろう。お父さんの会社からの連絡かな。ロックもかかってないし、ちょっとした興味本位で見てみた。すると、ユミコのスマホには俺の知らない男から、一目見ただけで浮気だとわかるような言葉が並べられたメッセージが来ていた。そこには、ねえ、次はいつ会える？寂しいよ。早く君に触れたいよ。この前のレストラン美味しかったね。ユミコの誕生日にまた行こうね。メッセージにはスタンプで、ハートマークやキスマークが溢れ返っていた。俺は何が何だかわからず混乱していると、明日会えるのが楽しみすぎるね。でも、今日は我慢だよ。会えなかった時間が僕たち二人の気持ちを強くするんだよ。と、立て続けにメッセージが来た。一瞬にして、いろんなことが頭をぐるぐると駆け巡ったけど、ユミコがリビングに戻ってきそうだったから、すぐにスマホをテーブルに戻した。ユミコが戻ると、俺はなんとか平静を装って、テレビを見ながら談笑しようと努めて明るく振る舞った。でも、夜になると俺は、このことについて考え込んでしまい、気づけば一睡もできずに出社する時間になっていた。眠れずに頭がぼーっとした状態で準備をしていると。ヒロシ、どうしたの？昨日はよく眠れなかった？と、心配そうな顔でユミコが聞いてきた。うん、ちょっと寝不足気味みたい。ちょっとここのところ仕事が忙しかったから気が張ってたのかな。なんとか適当な理由をつけて、その場は事なきを得た。俺はユミコに違和感を感づかれないように、急いでそそくさと家を出た。仕事中も今日はなんだかそわそわして落ち着かず、
失敗を繰り返した。全く集中できずに、あのメッセージが頭の中に何度も出てきた。いや、でも由美子に限って浮気なんてするはずがない。確かに最近は残業も多いみたいだし、ストレス発散したいからって、週末は時々友達と旅行に行ったり遊んだりしてたけど、俺とは何も変わらずに過ごしてるから、浮気ってことはないはずだけど。そう自分に言い聞かせていたけど、夜になっても俺はなかなか寝つけず、このモヤモヤを消すためには、真相を知りたいとだんだんと思うようになっていった。俺は自分自身に、由美子の浮気を疑っているわけじゃない。これは由美子の潔白を証明するための確認だ。と言い聞かせ、隣で寝ている由美子の手をそっと借りて、指紋認証のロックを外してスマホを見てみることにした。でも、この前俺が偶然見てしまったメッセージのやり取りの前には、旦那と出かけるの面倒なのよね、とか、コージとのってすごい気持ちいいんだよね。あいつのは下手すぎて、とか、俺の悪口やら、コージというやつとのあの行為のこと、由美子と男の裸での記念写真やらがあった。俺の淡い夢は消え、ここにあるのは動かぬ浮気の証拠でしかなかった。俺は頭の中が真っ白になり、吐き気を催してベッドの中で動けなくなってしまった。次の日、俺は体調が悪くなり、すみません、本日は体調が悪くお休みをいただきたいです。と会社に休みをもらい、一日中ベッドで過ごした。由美子は心配をしてくれたが、俺は一人で横になっていれば治るから、と言って、由美子を会社に送り出した。一人になると、負の感情が心の奥底から湧き出てきて、こんな時、みんなどうするんだ？離婚か？それとも、黙って見過ごすの？とかいろいろ考えた。でも、そんな風に考えれば考えるほど、具合が悪くなっていった。夕方になって、由美子が仕事から帰ってきて俺の様子を見ると、大丈夫？熱とかはないの？と心配して声をかけてきた。俺は、見せかけの心配なんてして、本当は何とも思ってないんだろ。元はといえば、全部お前のせいだろ。と思ってしまい、由美子の言葉を素直に受け止められなかった。だから、俺は今は由美子の顔をまともに見ることができずに、うん、大丈夫。ありがとう。まだちょっと気分悪いから寝かせておいて。とだけ言って、布団を頭からかぶり、寝たふりをした。しばらくして、明日の土曜日は由美子が出かけると言っていた日だということに気がついて、俺はあるアイデアが浮かんだ。それで、由美子にこう言ったんだ。ああ、もう寝たらだいぶ良くなって今は大丈夫になったよ。心配してくれてありがとう。そういえば、明日どっかに行くって言ってたじゃん？もう大丈夫だから楽しんできて。俺は、由美子が浮気をしている現場と真相を突き止めるために、探偵に頼んで証拠をつかもうとした。コージという男との関係も、きっと一時の気まぐれ、本気なんかじゃない。そう信じたかった気持ちがまだ残っていたからだ。すみません。実は妻が浮気をしてるってことに気づきまして。で、その証拠と言いますが、状況とかを調べてもらうことってできるんですか？初めての探偵事務所で、俺はどぎまぎしながら質問した。ええ、大丈夫ですよ。安心してください。僕らが奥様とその男性の行動や状況を調べておきます。ちなみに今後についてなんですが、離婚や慰謝料などについてはお考えでしょうか？探偵から俺が少しも考えていなかった質問をされ、はあ、もし浮気の証拠や状態が想像より悪ければ、と答えてしまった。すると、そうですと、一つ確認したいことがあるのですが、奥様や奥様のご両親とのご関係はどうですか？離婚や慰謝料となりますと、そのあたりも把握しておいた方が、後々スムーズに進むと思いますので、と言われた。由美子の両親は、最初は少し壁があったように思えたけど、結婚してからは俺のことを気に入ってくれていて、彼らと一緒に旅行にも行っていたし、お父さんとは高校野球の話題もあったから、たまに二人で飲んだりもしていた。もちろん、俺は由美子との夫婦仲は良かったと思ってたし、本当にうまくいってると思ってた。だから、最初は少し壁があったような気もしてましたけど、結婚してからは俺のことを気に入ってくれて、一緒に旅行に行ったり、
お父さんとはたまに二人で飲んだりもしてました。妻とも休みの日はなるべく一緒に出かけたりして、夫婦仲はいいと思ってました。とこう答えた。それから、あと一つだけ問題というか、少し心配なことがありまして。実は義父の会社なんですが、僕の父が経営をしている会社の下請け会社だったことが、結婚後になって分かって。と包み隠さず話した。探偵への相談から一週間後、俺の元へ探偵から、由美子と浮気相手の浩二という名の男との浮気についての調査結果が PDF で送られてきた。そこには、由美子が気の迷いで浮気をしていたわけじゃないという事実が詳細に書かれていて、完全に浮気は黒だという事実が発覚した。結婚してから1年後に浮気が始まってる？ってことは、6年間？しかも、俺が仕事の時に家に上がってるって。嘘だろ。俺の心はこの調査報告で徐々に疑心暗鬼に侵され、由美子の浮気の証拠を集めることに腐心していくことになっていった。その過程で気づかないうちに気持ちが壊れ始めた俺は、ついにその限界を迎え、離婚を持ち出さざるを得なくなった。ねえ、ひろし。今日の夜は仕事終わりに友達と食事して、それからサウナに行ってくるから、帰りが遅くなると思うの。週末友達と出かけるから、よろしくね。気がつけば、由美子は週に一回くらいの逢瀬から、少しずつ回数を増やしていったのが手に取るように分かった。そして、俺はとうとう由美子に、由美子、お前浮気してるだろ。もう限界だ、離婚してくれ。と、本心では言いたくもなかった言葉が口をついた。人って思い詰めると何するか分からないと言うけど、俺も自分でこの言葉が出てくるなんてと驚いた。本当に心から由美子を愛していたから、浮気が信じられなかった。だから、離婚しようなんてずっと思いもしなかった。由美子にとっては、晴天の霹靂で。え？ひろし何言ってんの？そんなわけないじゃない。なんでいきなりそんなことを思ったの？と、明らかに焦ってはいるが、平静を装って答えてきた。俺は自分を落ち着かせるように。もうわかってるんだよ。調べはついているんだ。本当にもう限界だから。由美子のことをあんなに思っていたのに、簡単に裏切られて、信じることがもうできない。だから、最後に俺の願いを聞いて、何も言わずに離婚してくれ。と、冷静に淡々と告げた。そんな俺に由美子は、ごめんなさい。許して。そんなつもりはなかったの。と、何度も離婚を思いとどまるように懇願してきた。由美子はその後も言い訳を何か話してたようだけど、俺は途中からの記憶がなくなっていた。でも由美子が、ひろし、本当にごめんなさい。そのつもりはなかったの。とその場に泣き崩れ、浮気を認め、許しをこいながら叫んでいた場面だけは鮮明に覚えていた。あれから数日後、やっと落ち着きを取り戻した俺は、もう二人での話し合いでは拉致が開かないと思って。由美子、お願いだからもう俺を解放してくれ。探偵からの調査結果もあるんだ。これ以上言い逃れはできないんだよ。と泣きながら頼み、とうとう両家の両親も交えて話し合いをすることになった。由美子の両親は、ひろしさん、娘のしたことは許されることではないけれど、どうか離婚はしないでくれないか。お願いだ。としか言わず、ひたすら頭を下げてきた。探偵にも話したが、俺は由美子に感化されてから、親父の会社を継ぐ気はなくて、全く別の業種の会社で働いていた。けど、由美子のお父さんは今回の離婚の件で、仕事に影響するようなことは避けたいと思ったのだろう。それから何度も合同での話し合いを行ったけど、由美子の両親からの反対で、結論は一向に出なかった。俺の両親はそんな状況を見て業を煮やし、夫婦のことに口を出すつもりはない。自分たちで結論を出せばいい。と、とうとう突き放すように言ってきた。この日の両家の両親を交えた話し合いで結論が出ることは当然なく、とうとう俺たち夫婦だけでの話し合いになっていった。浮気した妻と一緒に過ごさなくてはならない俺は、この何十年何百年にも感じるほどの苦しい時間を、
心が壊れたまま生活しなければならなかった。ちょっとした出来心なのよ。とか、本当に愛しているのはあなただけなの。とか、由美子はずっとベタな三流映画のようなお決まりの言葉を並べてきたけど、そんな言葉は俺に全く響かなかった。だけど、ヒロシ、両親のことを考えると、離婚だけはお願いだからしないで。と言われると、楽しかった義理の両親との思い出が蘇り、正直迷ってしまった。話し合いは平行線のまま、前世がどんな悪行をして、こんな攻め具を追わなければならないんだと思うくらいの地獄のような生活を続けなければならなかった。俺はもう由美子と同じ空間にいるのも、同じ空気を吸うのにも、吐き気を覚えるようになっていった。それなのに由美子は、今まで作ったことのないような手の込んだ料理を作って、ご飯食べないの？美味しいよ。一緒に食べようよ。と聞いてくるけど、当然俺は由美子の作るご飯なんて食べたくない。だから、朝は自分でご飯だけを炊いてふりかけで、昼はカップ麺を食べた。夕飯は仕事が終わってから、朝の残りのご飯とインスタント味噌汁を飲む生活を続けた。ねえ、ヒロシ、寂しいから一緒に寝ようよ。もう一緒には寝たくないからソファーで寝ている俺に、甘えたような声で誘ってくる由美子に対して、ここで工事ってやつとやってたんだろ？気持ち悪い。もう話しかけてくんなよ。と言い放ってやった。俺が気分転換にテレビを見ていると、これ面白いよね。と、なんとかして今までと変わらずに過ごそうとする由美子に、そんなに人の心を踏みにじって面白いか。怒りをぶつけた。俺は日に日に笑うことも忘れ、感情をなくしたかと思うくらい何も感じなくなっていった。結論が出ないまま、孤独で苦しい生活を3ヶ月ほど続けていたある日、俺はとうとう仕事中に倒れ、救急車で運ばれた。ヒロシ、わかるか？ん？ここは…目を覚ますと、病院のベッドの上で点滴をされていた。診断結果は栄養失調と過労。心当たりはありますか？と聞かれた俺は、ここ数ヶ月食欲もなく、ご飯とふりかけ、カップ麺だけでよく眠れないと話した。ストレスでもこのような症状になるので、原因を取り除く生活をしてください。と先生に言われ、その通りだと思った。会社から連絡が入ったのか、由美子が病室に入ってきた。由美子の姿を見て過呼吸になってしまった俺を見て、先生は察したのか。まだ安定していないので、外で待っていてください。と言って由美子を病室の外に出してくれた。そして、この日はそのまま入院することに。翌日は俺の両親に退院の手続きをしてもらい、そのまま実家へと帰り、俺はこれ以上由美子との生活を続けることは無理だと思い、そのまま別居を決意した。ねえ、早く帰ってきて。と、何度も連絡が来たけど、俺は返信することもしなければ、実家に訪ねてきても会わなかった。結局口だけで、工事というやつと楽しくやってんじゃないのか。そんなことを考えてしまう日もあった。しばらくすると、由美子の両親も現状を聞きつけ、俺の実家へとやってきた。どうか早く治して、また由美子と、離婚はしないでください。と言ってきたけど、俺の心と体は限界を迎えていた。ここ数日の俺の様子を見ていた親父が見かねて、仕事に影響するようなことはしないから、こいつを解放してくれないか。と由美子の両親に言ってくれた。すると、仕事のことは約束してください。お願いです。と彼らは何度も確認し、やっと納得してくれた。そんな中、浮気調査を依頼していた探偵事務所から、奥様のことですが、結婚後に下請け会社と知ったのは事実と異なるようで、学生時代から気づいていたようです。便宜を図ってもらうために、あなたは利用されてたようです。それに別居中も浮気をしてます。と、さらに驚きの事実を聞かされた。俺はすぐに弁護士と連絡を取り、離婚届と慰謝料の請求を始めた。離婚を考え直して戻ってきてとの由美子からの連絡は、すぐにロックをした。それから半年が過ぎた頃、
幸い探偵と弁護士が証拠を握ってくれていたので、離婚と慰謝料の請求が通った。俺は少しずつ体も心も落ち着き、久しぶりに笑うことができた。浮気した由美子がなぜ俺と結婚して離婚を拒んだのかが分かり、慰謝料も釣り上げることができた。聞いた話によると、今由美子と実家の会社は倒産の危機に直面してるらしい。愛しているの。あなたを許さない。後悔させてやる。なんとなく違和感を覚え始めたのは、妻のゆかりが初めて終電間際に帰宅した日だった。いつもは遅くなるとき必ず連絡をして俺を安心させてくれたゆかりが、何の連絡もなしに夜遅くまで同僚と飲んで帰ってきた。連絡できなくてごめん。急に相談があるからって飲みに誘われちゃって。そんな彼女からは知らない香水の香りが漂っていた。俺はヒロシ、妻のゆかりとは結婚して4年、ゆかりとは同じ大学で出会って4年の就職が決まった時に学生結婚をした。俺はそれなりに有名で安定した会社に入って3年目、仕事も順調にこなし生活も安定、ゆかりとも仲良く過ごしていた。来週末は温泉でも行こうか。そうだね、早めに出てゆっくり牧場とか見ようよ。こんな風に二人での時間も大切に過ごしていた。俺はゆかりを心から愛し、この幸せがいつまでも続くと思っていた。ゆかりは大学時代成績優秀で活動的、誰からも好かれるキャラクターで人気者だった。そんなゆかりに俺は一目惚れした。何度もアタックして5度目の告白でようやく OK をもらえたのだ。そんな経緯があったから、いわゆる妻に続婚の夫ってやつだ。なので俺はゆかりを溺愛し、大学の4年の時にプロポーズをしたってわけ。ゆかり、卒業して離れ離れになりたくない。俺とずっと一緒にいてください。俺は心臓が飛び出しそうなほど緊張し、手のひらには汗がにじみ声が震えた。ありきたりなプロポーズ、まさか成功するとは思ってなかったが、ゆかりは首を縦に振ってくれた。嬉しい。私もヒロシと一緒に幸せな家族になりたい。もしかしたらゆかりは苦労して育ったから愛に飢えていたのかもしれない。実は父親が浮気をして蒸発、母親がシングルマザーとして育てたらしい。それに俺が有名な会社に入ると決まっていたので、給料は同世代と比べてそこそこ高いと分かっていた。なのでゆかりも俺たち2人で暮らすことには十分だと安心していたのかもしれない。そんな安定志向のゆかりと俺の思いがちょうど重なって、運命のように結婚できたんだと思った。苦労したゆかりを少しでも楽にしてあげたい、そう思って必死で働いたし、ゆかりには専業主婦になって今まで生きるために必死だった生活から抜け出して自分をねぎらう時間を取ってほしいと考えていた。だが学生時代から活発だったゆかりは、いざ専業主婦になるとその生活に飽き始め、時々こんなことを言っていた。将来何があるかわからないじゃん。明日の朝起きたらヒロシが死んじゃってるってこともないわけじゃないし、一人だけの稼ぎじゃ安心できないでしょ。お金はあればあるだけ安心できるでしょ。私も力になりたいし、パートでもって思って。母親と2人、ゆかり自身も生活と学費のためにアルバイトを掛け持ちしていたので、財布の紐は固かった。お金に対してシビアで決して派手な生活はしない。そんな節約生活がゆかりの身には染みついていた。ボーナスが出たから奮発してプレゼントを買ったり、豪華なレストランに行こうと誘うと決まってこう言った。物や豪華な食事よりヒロシとゆっくり時間を過ごしたい。
今まで温泉とかの家族旅行をしたことがなかったから、それだけで十分なの。なので俺はゆかりを楽しませるために週末はできる限り思い出を増やしてもらおうと一緒に出かけることを考えた。そんな生活で幸せだと思ったし、それなりに不自由のない生活だった。特に生活を切り詰めるようなことはもちろんなかった。だがある日、ゆかりがパートをまたしたいと俺に言ってきた。二つ先の駅にあるカフェで募集してたの。前から興味があったし、家にずっといるのもなんだか悪くて。ねえ、いい？え、でも生活には困ってないし、まあそんなにがっつりシフトに入らないんだったら。俺は結婚してゆかりを独り占めにしてきたという引け目があったため、その提案に同意した。それに今の生活でも問題ないと思っていたが、確かにゆかりの言うような不測の事態のことは想定してなかった。ゆかりの将来についての不安を聞き、それもそうだと思った。だが実のところを言うと、少しだけ浮かれほっとしたということもあるかもしれない。将来的に何かあるかもしれないとゆかりが考えているということは、俺と一緒に未来を歩く気持ちを持っているということだと感じたからだ。最近周りの友人たちが離婚だ、浮気だと騒がしくしていたこともあり、もしかしたらと不安に思っていたからだ。だがこの提案を受け入れてから二人の関係は徐々に変わっていった。ねえ、明日のシフトだけど、さっき一人休むことになってお昼からラストまで入ってくれって。だから遅くなるね。え、この前もそんなことなかったっけ？シフト変わりすぎじゃない？こういう時はお互い様だからね。今度私が風邪ひいた時とか変わってくれるかもしれないし、助け合わなきゃ。こんな感じでゆかりがパートに行き始めると、シフトも最初に予定していたよりも増え、次第に帰りが遅くなっていった。ゆかりは誰からも好かれる人気者だから、パート先でも重宝され、すぐに頼られる存在になっていたようだ。働き始めて1年目が過ぎると、ゆかりはパート先の同僚と頻繁に食事に行くように。今日も食べてくるから遅くなるかも。ごめん、お店で問題が起きて、その話し合いがあるの。リーダーになって昇給したからお祝いしてくれるって。真面目で気遣いのできるゆかりはいつも遅くなる前には連絡をくれていた。父親からの愛情を受けなかったゆかりは、もしかしたら俺に不正を感じたのかもしれない。だからか俺に対して愛情をたっぷりと注いでくれていた。そんなゆかりは父親との苦い思い出を繰り返さないことを自分に言い聞かせるように、俺に対しても浮気や不倫はしないという誓いを立てた。スマホや銀行口座のパスワードを互いに押し合うことにして、それぞれの趣味の部屋を作ったが、部屋への出入りも自由にした。部屋には鍵はかけていなかったので、ついでに掃除のために入ることもあった。なので俺はゆかりのことを信じていたし、パート後に食事に行くことにも寛容だった。今日の夜食はお茶漬けの気分。スーパー寄っておつまみ買ってから帰るから、もうちょっと待っててね。飲み会があっても俺との晩食を楽しみにおつまみを買ってきてくれる。値引きシールを待ったりして節約上手で家庭的なゆかりに俺は幸せを感じていた。帰宅したゆかりにお茶漬けを出し、二人で晩酌。その時間は何者にも代え難い幸せの瞬間で、俺はこんな夜を楽しみにしていた。ねえ、ちょっと聞いて。いつも来てくれるお客さんなんだけど、あまり愛想が良くないの。みんな苦手で私が対応してるんだけど、最近雰囲気が優しくなってきたのよ。なんかこういうのってやりがいがあって嬉しい。
それすごいね。普通だったら嫌なお客さんと関わりたくないけど、ゆかりはそういうとこ本当に心開くのうまいよね。うん、なんか自然とできちゃうから接客業に向いてるのかも。お店のみんなとも楽しく仕事できてるし、みんな優しくて本当に居心地いい職場なんだ。パートしていいって言ってもらえてよかったよ。ゆかりも楽しそうだから俺も嬉しいよ。今度休み合わせてまた温泉行こうよ。うん、パートの竹内さんが区の保養所とか使えば安く泊まれるって言ってたから行ってみようね。俺たちはたわいもない話をしてこの瞬間を楽しんでいた。だがそんな瞬間が崩れ始めたのは、ゆかりがパートを始めて2年が経った頃からだった。ゆかりから連絡が初めて来なかった時のことを俺は今でも鮮明に覚えている。夕方までだから早く帰ってくるって言ったのに、俺は終電間際の時間まで連絡がないことに胸騒ぎを覚え、不安と焦りで一人つぶやいていた。心配性だとか過保護って言われるのは分かってる。でも本当にゆかりのことを愛していたし、最近通り魔が出るニュースを見たため不安だったのだ。そんな俺の心配をよそに終電ギリギリに帰ってきたゆかりは、俺に酔っ払ってひらひらと手を振ってきた。最近入ってきた新入社員の子に連れ回されちゃって、ちょっと飲みすぎちゃった。そう言って笑うゆかりの顔は不自然なほど赤く、甘い香水の香りが漂っていた。その時俺は嗅ぎ慣れないこの香りに違和感を感じた。でも香水のきつい同僚の移りがかと思い、頭の中に浮かんだ不倫という文字を振り払って気にしないようにした。そんな俺の気持ちとは裏腹に、その日から帰りが遅くなる日が増え、連絡も次第になくなっていった。はあ、いつ帰ってくるんだよ。ただ待ってるのがこんなに辛いなんて、もうパートやめてもらおうか。そんなことまで考える始末。その気持ちが日に日に増していくのとは反対に、ゆかりと顔を合わせるのは出勤前の短い時間のみと減っていった。今日は何時まで？俺からの一方的なメッセージで既読はつくが返信はない。避けられるようなことしたかな。俺は一人頭を悩ませていた。それから数ヶ月が経ち、俺は一人週末を家で過ごしていた。手持ち無沙汰でやることがなかった俺は、スマホ片手にネットサーフィン、ふと掃除のライフハックを見ることに。そこにはいろいろなことが書かれていて感心させられた。掃除をすれば心も整う、心が整えば考え方も広がる。へえ、今の俺にぴったりじゃ。もやもやも掃除と一緒に片付けようかな。あ、これやればいいんだ。暇だし大掃除でもしようかな。そう思い家中を片付け始めた。最初はリビング、次にキッチン、それからお風呂場を掃除。共有スペースが終わり、趣味の自分の部屋を片付けることにしたが、普段から整理しているので思いのほか早く終わった。ゆかりとはお互いに浮気や不倫をしないという約束をしたため、スマホや銀行口座のパスワードも秘密にせず教え合い、自分の部屋に俺が入ることも気にしていなかった。それに私片付けるのが苦手だから、ついでに掃除してくれると助かっちゃう。掃除するなら一緒にやってもらっていい？なんて頼まれてたくらいだった。なので自分の部屋が終わり、自然とゆかりの部屋を片付けることにした。だが掃除し始めると、俺の目の前に今までに見た覚えのないものが。なんだこれ。倹約家の彼女が買うとは思えないブランド物のバッグや
シンプルなスタイルを好むゆかりが着るとは思えないような派手な服や下着、それらが押し入れの片隅に無造作に押し込まれていた。当然俺がプレゼントしたものではない。それに今まで一緒に過ごしてきた俺ならわかるが、こんなブランドやスタイルはゆかりの趣味にはかすりもしていない。嫌な予感がした俺は部屋の掃除を中断し、心を落ち着かせようと散歩をすることに。前の甘い香水の香りも誰かからのプレゼント。落ち着こう。浮気の時にする行動ってどう調べればいいんだ。公園でスマホを取り出し、浮気と検索した。相手のスマホの履歴とかメッセージを自分のスマホで写真を撮る。その時日付を確認できるものと撮ると証拠になる。俺は声に出してその方法を復唱し、ゆかりが風呂に入っている隙にスマホを確認することに決めた。ただいま。今日は時間通りに終わったよ。はあ、疲れた。ご飯の前にお風呂入っていい？ああ、さっき湯張ったからゆっくりしてきなよ。夕飯は今日出来合いのもの買ったよ。温めるからお風呂出る前に一声かけて。そうゆかりに告げ、俺はスマホを確認する布石を打った。これでしばらくゆかりはお風呂から出てこないだろうし、出るタイミングもわかるので時間稼ぎができる。ありがとう。じゃあお言葉に甘えて先に入っちゃうね。スマホをちょっと充電しておいて。俺にスマホを渡し、お風呂場へ向かった。ゆかりはいつもスマホを無造作に置いていたため、俺のことを信頼しているのだと思っていた。だが今思えば、わざとスマホを渡したり置いていたりすることで俺が信頼して中身をチェックしないようにしていたのかもしれない。けど今回は証拠を探すためにスマホのチェックを実行することにした。あれ、スマホにロックが。パスワードがいつの間にか設定されていた。疑念が強くなっていくのを感じながら、なんとかスマホを解除しようと躍起になって、誕生日や銀行口座の暗証番号を入力。でも開かない。やばいな、これ以上するとロックされちゃうな。そう思っていると、ラッキーなことに画面下にバックアップ PIM コードと表示された。一緒にスマホを契約した時、俺たちは同じ PIM コードを設定していた。それを思い出し、一か八かその PIM コードを打ち込んだ。するとロック画面を解除することができた。俺はこの幸運を無駄にしないよう真っ先にアプリを開いた。そこにはずらりと並んだアイコン、片っ端からタップしトークルームを開く。するとすぐに不倫の証拠をつかむことができた。それは子供の写真を使っているアイコンで、以前ゆかりが見せてくれた新入社員の子供だった。ねえ、この前配属された新入社員の子なんだけど、子供がいてもう1歳みたい。奥さんは姉さん女房だって。この子なんだけど可愛いよね。目がクリクリしてて愛想がいいね。男の子かな。新入社員の子に似てるの？うん、目がそっくり。子供って純粋でいいよね。こんな会話をしていたため、はっきり覚えていたのだ。そのトークルームを見ると、二人はただのスタッフと社員とは思えない距離感のメッセージを繰り返していた。こないだは可愛いバッグ買ってくれてありがとう。旦那ケチだからこういうの買ってくれないんだよね。ゆかりさんにはいつもよくしてもらってるから、そんなケチな旦那さんなんか早く別れちゃえばいいのに。絵文字いっぱいのラブラブな雰囲気で、ゆかりは俺に対する不満をぶちまけていた。ほんとね、いつも自信なさげだし、仕事も長久の話とかないしね。高橋さんともっと早く出会ってたらよかったのにな。だよね、俺もこんなことなら早まって結婚しなきゃよかったよ。子供は可愛いけどもう限界だよ。ゆかりさんが俺の一番の癒し。そうよね、でも全部終わったら一緒になれるから
それまであなたはゆかりを待って我慢するんだぞ。自分よりも年下の子供も妻もいる男に対し、姉貴風を吹かせながら甘ったるい言葉で諭すように会話をしていた。めまいと吐き気を催した。手からスマホを落としそうになるが、理性を手繰り寄せながら俺は履歴に残った会話をすべて自分のスマホで撮影して証拠を残した。証拠写真の中には高橋さんと呼ばれる新入社員が撮ったと思われるゆかりの信じられない姿をした写真もあった。この会話の中には二人で旅行しに行くという内容のものがあった。これがよく週刊誌とかで見る不倫旅行ってやつか。実際に自分がそれを体験することになるなんて。ゆかりが作成した日程表にはホテル名と日程が書かれ、丁寧に作られていた。いつチェックインするか、どこを観光して回るかまで。憎たらしいくらいの能天気さで、二人は今を楽しみながら会話をしていた。そんな事実を目の当たりにして、俺はいつの間にか冷静になっていた。そっか、もういいわ。じゃあ、お二人の望み通りにしてあげようかな。俺はそれらの画像をすべて保存し、この日程期間中に二人を天国から地獄へ落とす計画をした。そして旅行日の当日、ゆかりは俺がすべてを知っているとは知らずに、軽い足取りでいつも通りの調子で家を出て行った。じゃあ久々に友達と会ってくるからよろしくね。お土産楽しみにしてて。そんなゆかりを見送り、少し時間を置いてから俺も出発。二人が泊まるホテルは誰でも聞いたことのある有名なホテルで、さすがに同じホテルに宿泊できなかったため、近くのホテルに行くことにした。受付で部屋番号を聞くわけにもいかない。俺は夕飯時をねだって待ち伏せすることに。このホテルは有名なだけあって、ロビーも広く、宿泊客以外にもレストランを開放しているため、待ち伏せにはうってつけだった。明日の朝食時間でもよかったが、二人が遅くまで楽しんでいたかと思うと、吐き気と怒りがこみ上げてきたため、今日中に決着をつけようと思った。それに朝食会場に降りてこない可能性もある。だが俺が計画した夕食の時間に二人は現れなかった。途方に暮れたが、気を取り直して気持ちを切り替えた。翌日、朝食会場が見えるロビーに腰を下ろし、目立たないようにして入り口へ向かう宿泊客を観察した。予想していた通り、一向に降りてこないな。席が埋まり始め、談笑の声があちこちから聞こえる頃、ようやく腕を組んだ二人が入り口の方へ向かっていくのを見つけた。俺は事前に準備していた録画機材を使い、一部始終を撮影した。レストランには YouTuber の Vlog に使うと撮影の許可を取っていたので、スムーズに撮ることができた。二人が仲良く食事する様子をしっかりと撮影し、証拠は揃った。するとラッキーなことに、二人が横並びに座っている真後ろの客が食事を終えて席を立った。その瞬間、俺は気づかれぬようにその席に移動し、二人の会話を録音できるまでの距離に近づくことができた。こんな素敵なホテルに一緒に来れて本当幸せ。昨日の夜なんてもう夢みたいだった。ゆかりが来たいならまた一緒に来ようよ。旦那なんて忘れてさ。今度は個室の温泉付きのところなんてどう？そこなら邪魔もないし。こりゃもう疑いの余地がないほど確定的な会話だ。決定的な証拠をつかんだ俺は、耳を澄ませながら今後の流れをどうするか考えた。二人の今日の予定は、
前に日程を見たのと同じルートだったので、どこで直接問い詰めるかはすぐに決まった。幸せの絶頂のタイミングで突き落としてやろう。今夜レストランを予約しているので、コースのメインが出てくるタイミングで乗り込むことにした。夜になりレストランへ入っていくのを確認して、二人の酔いが回ってきたタイミングでレストランに突入。脇目も振らず二人が座っているテーブルに向かい、そこに腰を下ろした。俺を見て息を飲んだゆかりと怪訝な顔をする高橋。俺はゆかりを正面から睨んだ。こんなところで奇遇だね。ずいぶんお似合いのカップルで羨ましいよ。久々に会うって言ってた友達がまさか年下の社員とはね。それを言うと高橋も気がついたのか、顔を真っ青にして挙動不審になった。違うの、これは誤解なの。そんな言い訳通用すると思ってんのか。バレるなんて1ミリも考えてなかったって丸分かりで、俺なんて所詮その程度のバカだと思われてたんだろう。そんなことを考えていたら何もかもがどうでもよくなってきた。いえいえ、お二人が幸せそうで何よりだよ。もう帰ってこなくていいよ。好きなところに好きな人とどうぞご勝手に。そう告げ、俺はレストランからすぐに電車に飛び乗り、弁護士事務所に直行。最近離婚した同僚に弁護士を紹介してもらってアポを取っていたので、すぐに証拠を見せ相談を始めた。一人でここまで集めるなんてすごいですね。ねえ、自分もいっぱいいっぱいで。弁護士からは相手側の自白などももっと詳しいものがあれば有利にことが運べるとアドバイスをもらい、その日は帰宅した。家に帰ると誰もいないはずの部屋に明かりが。あ、おかえり。遅かったから心配したんだよ。笑顔で俺を迎えるゆかり。この後に及んでも俺をごまかそうとできると思っているようだ。今弁護士のところ行ってきたから、今後は弁護士として。あれは見間違いよ。本気じゃないの。あなただけしか愛してないの。ドラマでよく見るお決まりの言い訳を並べて泣き出した。俺は冷静に言った。ここから出て行ってくれ。部屋よ、どうして。ゆかりは出て行く気がないようだ。予想していたことだったが、俺はゆかりと面識がない友人の家に泊めてもらうことにした。その2日後、俺はゆかりの勤めるカフェの高橋を訪ねた。呼び出され落ち着きのない様子で、何もかもお話します。ですから会社と家族には、と俺に頭を下げながら言ってきた。俺は会社や家族に話さないことを約束し、録音することを告げ、これまでのことを聞いた。高橋は何もかも洗いざらい話してくれた。これまでの経緯とか詳細な内容を書類でいただけるのでしたら、ご家族や会社にはお話ししなくてよくなるかもしれません。俺がそう言うと高橋は、すぐに用意しますと言って、蛇に睨まれたカエルのようにただ立ち尽くしていた。証拠になる音声も録音できたので、今後は直接連絡すると伝え、その場を後に。一方ゆかりはあれからカフェを休んでいるらしいが、俺に15分おきくらいの間隔でメッセージを送ってくる。でもその内容は少し常軌を逸していた。誤解よ、といった許しを請う内容が来たかと思えば、晩ご飯は何が食べたい、と尻滅裂の内容。ついには俺たちにはいない子供の話までしてきた。もう何かがゆかりの中で崩壊してしまったのだと思い、刺激をしないように気をつけ、申し訳ありません、代理人を通してください、とだけ返信をした。高橋からは3時間もしないうちに詳細な経緯を記した PDF がサインとともに届いた。
丁寧に時系列順にゆかりとのことを記したもので、プレゼントやレストラン、ホテル代のレシートも添付されていた。俺は早速弁護士に転送し事務所へ向かった。それを読んだ弁護士は苦笑いをしながらも、これ以上の証拠はありません、万が一裁判になったとしても勝てますよと太鼓判を押してくれた。ゆかりはまだ自宅に居座っていたため、内容証明はそこに送っておいた。だがここからゆかりが戦慄の行動を取り始めるとは俺は夢にも思っていなかった。内容証明を受け取ったゆかりは俺の行動を監視し始め、遠くからはいつも視線を感じた。ある日カフェで友人と話していると、窓の外にゆかりの姿がじっとこちらを見つめていた。昼夜問わず大量のメッセージが送られ、最初は愛している、戻ってきてといった内容だった。だが次第に許さない、後悔させてやるといった脅迫めいた内容に変わっていった。ある時写真が添付されたメッセージが届き、俺は恐る恐る開いた。瞬間恐怖でスマホを落としてしまった。写真は人形が切り刻まれ、赤い液体がその上から滴り落ちていた。そしてこんなメッセージが。慰謝料なんか払ったら私たちの赤ちゃんがこんなになっちゃうわ。俺はすぐに弁護士にその内容を転送した。恐怖でどうすることもできなくなり、弁護士の勧めで高橋だけに慰謝料を請求することに。ゆかりは最後まで離婚を拒否し、最終的には母親が無理やり離婚届を書かせたらしい。届いた離婚届は弁護士立ち会いのもと提出し、無事受理された。それからゆかりからの連絡はぱったりと途絶えた。その後俺は住んでいた町から離れ新生活を始めることに。連絡先と住所は騒動があった間に泊めてもらった友人にしか教えなかった。弁護士に住所を教えるかどうか迷ったが、万が一を考えて電話番号だけ伝えることにした。ゆかりの行動がだんだんとおかしくなっていったことを考えると、最悪の展開も予想できたからだ。だがある時ゆかりは俺の新しい住居を突き止め、帰宅すると玄関先で泣き叫んでいた。どうして私を捨てたの？と叫びながらドアを叩き続けた。さらにゆかりは俺の大切なものを壊すようになり、結婚指輪や思い出の写真を切り刻み、それらを玄関先にばらまいた。同時に職場への嫌がらせも始まっていった。俺の職場に電話をかけ、あることないことをわめき散らし、ついには上司から「君の元妻がまた電話をかけてきた」と言われ、俺はとうとう辞職することを決意した。もう自分の命の危険さえ感じた俺は、全てを捨て全く誰も知らない地へ移住することに。それから数ヶ月後、俺の予想は見事に的中していたことを知ることになった。以前住んでいた家の近くで殺傷事件が報道され、被害に遭ったのはカフェに勤める社員の男。加害者の女性は帰宅途中の男の後をつけ、背後から持っていた刃物で刺したらしい。幸い男に命の別状はなかったようだが、被害者は高橋という男性で、加害者はゆかりだった。離婚後も同じ地域に住んでいたら、ニュースで名前を読み上げられたのは俺だったかもしれない。